はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。ただいまよりジュファガール第5期生結成記者会見を開催いたします。なお本日司会を務めさせていただきます私、一般財団法人関東大学サッカー連盟牛田彩乃と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開会に先駆け登壇者の紹介をさせていただきます。皆様から向かって右におりますのが関東大学サッカー連盟副理事長中野雄二。こんにちは。株式会社ジールアスリートエージェンシー取締役執行委員星野貴文様。こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは。まずはじめに本連盟副理事長中野雄二よりご挨拶申し上げます。こんにちは。大学サッカー連盟の中野です。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。大学サッカーを応援しようということで、ジェファーガールという、若い彼女たちに協力をいただくようになりまして、今回で、5期生となります。昨年までと大きく違う点につきましては、昨年までは、各チームに担当生として一人ずつジェファーガールの方がついていただいたんですが、今年はこの5名の方に大学サッカーを全般として応援していただきたいというもとで、各チーム好きとことではなくて、関東大学サッカー連盟の、マスコットガール的といいますか、そういうことを主に中心に活動していただこうと思っております。私自身も今日初めて採用になった5名の方と今ここでお会いというかお会いしまして、ちょっとびっくりしてます。ウェアも去年はユニフォームだったような記憶があるんですが、なんかちょっと大人っぽい感じで、大学サッカーもなんかちょっと進化したのかなっていう気もします。また実は、ちょっとご紹介しますと、ジールアスリートの星野さんは実は浦和レッズユースから流通経済大学に進学してきまして、うちの選手として活躍してくれまして、その後パラグアイとかに行って、活躍して日本に戻ってきて、今このようなお仕事で、大学サッカーをサポートしたいということで、こういう形で、今向かい合ってます。すごく嬉しいことで、選手としてプロになるのも一つなんですけど、選手としてではなく、いろんな違う形で自分がこう育った大学サッカーに何か恩返しをしたいということで、こういうことをしていただくのもすごくありがたいと思っています。ちょっとご紹介までに、今年もこの5名を中心にいろいろ、報道的なことも含めて、キャンペーン的なことも含めてやっていただくようになると思いますので、1年間よろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。続きまして、本リーグ戦にご協賛いただいております株式会社ジールアスリートエージェンシー取締役執行委員星野貴文様よりご挨拶いただきます。なお、ジュファガールは昨年に引き続き株式会社ジールアスリートエージェンシー様のアンバサダーを務めさせていただきます。皆様こんにちは。株式会社ジールアスリートエージェンシー取締役の星野と申します。弊社は体育会の学生の就職支援でしたりとか、アスリートのセカンドキャリアの支援なんかを行っている会社です。で、中野様のご紹介に預かりましたが、私自身も流通経済大学サッカー部出身でして、学生時代は中野監督に厳しく指導されたことを覚えております。で、弊社の社員の中でも大学サッカー出身者が何名かおりまして、成長させていただいた大学サッカーに何か還元であったり貢献できるんではないかということで、微力ながら1年前からスポンサーをさせていただいております。で、今、J リーグなんかでも大学サッカー出身者が多く活躍している一方で、一般の企業でもその大学サッカーで頑張ってきた方が活躍しているケースというのは非常に多く見られます。で、その背景としては、やはりこの大学4年間で頑張ってきたこと、あと人間的に成長できたことが
大きく影響しているんではないかなと私は思っております。で、まあ、今、ジェファーガール去年からもお手伝いいただいてますが、一般の企業ので頑張っている方たちとかそういったところの認知度もいろいろな方に広めていただくべく一緒に協力してさまざまなことを取り組んでいければなと思っておりますので引き続きよろしくお願いいたします。以上になります。星野様ありがとうございました。続きましてジュファガール第5期生よりご挨拶申し上げます。なおジュファガールの活動内容に関しましてはお手元の資料を持って割愛させていただきます。それでは皆様より向かって右側より自己紹介をお願いします。皆さんこんにちは。今期のジュファガールを務めさせていただきます雪乃です。1年間責任感を持って一生懸命取り組んでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今期のジュファガールを務めさせていただきます葵です。一人でも多くの方に応援していただけるように頑張るので1年間よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今期のジュファガールを務めさせていただきますしおりんことしおりです。今年1年間ジュファガールとして精一杯頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今期のジュファガールを務めさせていただきますちえです。大学サッカーを多くの人に知ってもらうために一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今期のジュファガールを務めさせていただきますしおぴことしおりです。この5人で大学サッカーを盛り上げていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後になりましたが質疑応答に移らさせていただきます。皆様からご質問がございましたらご遠慮なくご質問ください。一つ教えてください。私のチャームポイントは、まあ、親しみやすさだと思っております。皆さんに、まあ、来ていただいた皆さんにも、まあ、選手にも、まあ、親しみやすい感じで、まあ、できたらなと思います。私のチャームポイントは、少々おっとりと思われがちなんですけれども外に出ると活発に笑顔で動けるところだと思っています。私のチャームポイントはちょっと見た目なんですけど、まあ、唯一ショートヘアというところとあと自分自身で刃が気に入ってます。私のチャームポイントは、よく笑うところだと思っています。なのでこの笑顔を生かして少しでも元気を与えられたらいいなと思っています。私は今ちょっとこんなフォーマルな感じですけれど実際は本当すごい動くことが大好きで多分こんなに芝生が似合う女の子いないぐらいだと思います。元気を与えていきたいと思います。誠にありがとうございます。ただいまより JR 東日本カップ2016第90回関東大学サッカーリーグ戦前期記者会見を開催いたします。なお本日司会を務めさせていただきます私一般財団法人関東大学サッカー連盟吉田彩乃と申します。どうぞよろしくお願いいたします。開会に先駆け登壇者の紹介をさせていただきます。皆様から向かって右におりますのが一般財団法人関東大学サッカー連盟副理事長中野雄二、
こんにちは。一般財団法人関東大学サッカー連盟技術委員大平正樹。こんにちは。よろしくお願いします。まずはじめに本リーグ戦主催者を代表いたしまして一般財団法人関東大学サッカー連盟副理事長中野雄二よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。本来であれば理事長の秋田が挨拶するところなんですが所用でちょっとこの会には来れませんので代わって私の方で挨拶させていただきます。今年で90回目を迎えることになりました関東大学サッカーリーグ、私自身も監督なんで今年は自分の大学がいいよって言いたいところなんですが多分今年ですね、最も優勝校をどこだっていうのが難しい、それぐらい、一部リーグは、戦力が、非常に拮抗している、リーグかなと思います。ここ何年か、すごく戦国時代というか、優勝本当どこすんのかねっていうことを言いながらも今年が本当にどこが抜け出すのかわからないぐらい、一試合一試合の戦い方または開幕ゲームからの勝ち負けによって学生が自信を持ったり自信をなくしたり非常にわからないリーグ戦になるんじゃないかと思います。まあ、それだけ、一試合一試合面白い試合が多い、リーグ戦になると思いますので、皆さんマスコミの方にはぜひそんな関東大学リーグをアピールしていただいて、多くのサポーターの方がですね、西ヶ丘を中心とした会場に一人でも多く足を運んでいただけるような状況を皆さんにも協力していただいて作っていただけたらありがたいかなと思います。また展望塔については、技術員の方から話があると思いますのでまた今年1年よろしくお願いいたします。続きまして本リーグ戦の見どころを一般財団法人関東大学サッカー連盟技術員大平正樹より申し上げます。はい、で今、中野監督の方からもありましたように多分大混戦は間違いないと思います。それでお手元にパンフレットはありますか。86ページをちょっと開けていただけますか。昨年の順位変動なんですが優勝したのが早稲田大学ですが、7節ですねの時には、最下位です。でそこから順位を上げていきました。で2014年の優勝の専修大学は、4節では最下位になっています。まあ、こういうのが示すように本当難しいリーグになっています。で昇格してきた筑波大学に関しては、メンバーがかなりこれは日体もそうなんですけど、主力が残っています。でアンダー19に選ばれている鈴木徳馬君や全日本の点取り屋の中野君が、まあ、中心でいきなり優勝もあるんじゃないかと思います。で日体大も主力が多く残ってまして、左サイドバックですかね、高野君なんかもかなりスピードのある上がりを持っているので波に乗ったら日体筑波の、2部から昇格1年目で優勝もあるんじゃないかという大混戦です。もちろん早稲田しかできない2連覇っていうのが焦点にはなると思いますが、そこを、まあ、どこが抜け出すかというのが一番楽しみなところだと思います。で個人的な選手に、移りたいと思いますが、4年生ではやはりベストイレブンに選ばれて、国士の松本選手が、まあ、2年連続の得点王を、取れるかどうか。当然マークが厳しくなるので、伝送も得点がちょっとできなかったりとか。ただ身長が185オーバーでターゲットになるので、まあ、そこにマークが集中すればその他の選手が得点に絡めるとかそういう部分では松本選手も注目ですね。でボランチ流通経済大学の塚川選手試合をやればやるほどこう調子が上がってきて止められなくなる選手なんですが決勝伝送学校の決勝では前半の20分で怪我をしましてそこからちょっと関東映画
リズムを失いまして、関西が優勝したんですが、それほどチームに影響力がかなりある選手なので、この塚川選手の出来では琉球が順位も変動するようなそういう選手が、ボランチの塚川選手、これもベストイレブンです。でその他先ほど話した高野選手、日体ですね、で溝口選手慶応の、この両サイドバックがベストイレブンに選ばれてまして、試合見るときはオーバーラップが長友選手だったりとか内田選手のようにすごい特徴があるので、その選手たちを4年生は見てください。でその他ではユニバー組が今年は 1,2 年生で出てたので、今度は2年3年の学年になるんですが、埼玉琉球からはジャーメン選手、フォワードですね、スピードがあります、アメリカ人のハーフです。でセンターバックの今津、からも大声を出して鼓舞するのが特徴で、まあ、スタンドもちょっと笑いが出るんですけど、彼は本当にクソ真面目に鼓舞しながら戦っている選手です。でもう一人は小池選手、左サイドバックでもう万能型の選手で、日韓戦の伝送ではロングスローも、投げましてアシストを記録しています。その他では慶応の松木哲香という両アタッカーは見ていて、仕掛けていくのでとてもすがすがしいと言いますか、見どころがあると言いますか、ボールを持ったら何をするかわからないというところでは慶応のこの2名の、両アタッカーも注目です。で最後になりますが、今年の新入生がちょうど2020年の東京オリンピックの世代になっています。高校選手権でも活躍した選手が大勢進学してきます。この選手たちは誰が出てくるか、これ大学生活が変化もありますし環境の変化もありますので誰が出てくるかは分かりませんが、彼ら自身はすごいモチベーションで、来るはずなので、そういう誰が1年生で出てくるのかっていうところも期待しながら見ていただけたらと思います。連盟としては関東も含め全日本もこのアンダー19の、全日本の選抜なんかも、これから作っていこうと今リスト作りも、始めているところなので、そこのあたりも注目してください。以上です。続きまして、今年度関東大学サッカーリーグに所属する大学と開幕戦の対戦カードを紹介いたします。まずはじめに本リーグ戦の2部リーグに所属する大学を紹介いたします。今年度2部リーグに所属する大学は神奈川大学、中央大学、関東学院大学、東洋大学、青山学院大学、東京学芸大学、朝鮮大学校、東海大学、拓殖大学、東京国際大学、明治学院大学、東京農業大学、以上の12大学になります。続きまして、今年度1部リーグに所属する大学の主将が入場いたします。開幕戦の対戦カードごと後方から登場いたします。ご注目ください。4月2日に味の素フィールド西ヶ丘で開催されます第1試合12時キックオフ、早稲田大学対流通経済大学。早稲田大学悪式修球部主将新井純平選手、流通経済大学体育局サッカー部主将塚川幸喜選手。両選手正面を向いて握手をお願いいたします。まあ、本当に初戦の琉大には本当に毎年、苦しい戦いを増しているので、本当にそういった部分で必ず粘り強く勝つということと、本当に初戦オープニングゲームになるということで、まあ、固い試合が予想されるので、そういった部分で本当に自分たちらしさっていうのをしっかり出して、まず初戦勝てるようにやっていきたいと思います。こんにちは。開幕戦ということで、まあ、大学サッカーはこうだぞというそのアグレッシブさなど、まあ、流通経済大学らしさをしっかり見せて
勝ちたいと思います。同じく4月2日に味の素フィールド西ヶ丘で開催されます第2試合14時30分キックオフ、明治大学対慶応義塾大学。明治大学体育会サッカー部主将服部和樹選手、慶応義塾大学体育会サッカー部主将宮地元気選手。こんにちは。明治大学らしく泥臭くしっかり90分間戦って心を一つにして勝利したいと思います。こんにちは、主将の宮地元気です。まずはこの関東リーグを存分に楽しみたいと思います。その中でチャレンジャー精神というものを忘れず、謙虚にひたむきに泥臭く一戦必勝で戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。4月3日に成田市中台運動公園陸上競技場で開催されます第1試合14時キックオフ、順天堂大学対日本体育大学。順天堂大学中級部主将矢部純也選手、日本体育大学学友会サッカー部主将小泉雅樹選手。こんにちは。順天堂大学らしく真面目にひたむきに、努力さく魂を込めて戦いたいと思います。こんにちは。3年ぶりの一部の舞台で日体大らしいサッカーをして勝ちたいと思います。同じく4月3日に県立保土ヶ谷公園サッカー場で開催されます第1試合11時30分キックオフ、専修大学対駒澤大学。専修大学体育会サッカー部主将小口大輝選手、駒澤大学体育会サッカー部主将森健太選手。たくさん点を取って勝ちたいと思います。ラスト1年なので楽しんでサッカーをやりたいです。先週には、いつも苦しんで戦っているので、今まで積み重ねてきたものを、出せるように頑張っていきたいと思います。第2試合14時キックオフ、国士舘大学対桐蔭横浜大学。国士舘大学サッカー部主将助木優也選手、桐蔭横浜大学サッカー部副将田中翔選手。こんにちは。初戦ということで絶対に硬くなると思うんですけど、国士舘は国士舘らしく90分間ハードワークして内容はもう問わずに何としても勝ちたいと思います。こんにちは。初戦は非常に大事なので何としてでも勝って勢いつけていきたいと思います。同じく4月3日に茨城県立鹿島サッカースタジアムで開催されます第2試合14時キックオフ、法政大学対筑波大学。法政大学体育会サッカー部主将黒柳俊選手、筑波大学蹴球部主将代理吉田直也選手。
こんにちは、法政大学です。初戦しっかりと勝ってリーグ戦いい流れに乗れるよう頑張りたいと思います。久しぶりの一部のピッチですが、競うことなく素晴らしいサッカーをして勝てるよう最高の準備をしたいと思います。今年度一部リーグに所属する大学は早稲田大学、明治大学、慶応義塾大学、流通経済大学、国士舘大学、順天堂大学、法政大学、専修大学、桐蔭横浜大学、駒澤大学、日本体育大学、筑波大学、以上の12大学になります。続きまして各大学の代表選手にチーム紹介、本リーグ戦に向けての抱負を伺いたいと思います。順天堂大学、矢部選手より順にお願いいたします。順天堂大学小矢部純也です。今年、順天堂大学球球部はサッカーを通じて人として学生としてサッカー選手として成長を求める組織です。1年間リーグ戦を通して右肩上がりでチームとしても個人としても成長できるように頑張っていきたいと思います。こんにちは、明治大学体育会サッカー部主将の服部和樹です。今年の明治大学はとても一体感があります。下級生上下関係問わずに練習中に常に厳しく言い合える環境が今できています。またその指導医から常に考え続けてプレーをするってことをずっと言い続けてるんですけど、それがだいぶチームに馴染んできたのかなと思います。今年は常に考え続けてしっかりハードワークして一試合一試合しっかり戦って優勝をもぎ取りたいと思います。以上です。こんにちは、早稲田大学足利集球部主将の新井純平と申します。自分たちは、今年、40年ぶりの関東リーグ連覇ということを、掲げました。本当に早稲田大学足利集球部は、多くの OB の人たちに支えられて、成り立っています。本当にその中で、そういった OB の人たちであったり、応援してくださる方々であったり、支えてくださる方々への、一番の感謝の気持ちの表現の仕方っていうのは、本当に自分は、結果を残すことだと、考えています。本当に昨年、王者ということは、一回忘れて本当に、謙虚の気持ちを、一人一人が持ち、真面目に、ひたむきに早稲田らしく、戦って、頑張ってまいりたいと思います。そして本当に目標である40年ぶりの関東リーグ連覇を、達成すべく、戦ってまいりたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。こんにちは、流通経済大学主将の福川幸喜です。去年は押し入れ止まりで、全てのタイトルを取ることができませんでした。なので今年は、強い流通経済大学を見せれるように、流通経済大らしいサッカーで、タイトルを取っていきたいと思います。こんにちは、慶応義塾大学の宮地元気です。今年のチーム目標は関東大学サッカーリーグの優勝です。しかし、それを目標を見るだけではなく一戦一戦足元を見つめて謙虚な気持ちを持ってひたむきに努力さく戦っていきたいと思います。そしてこれが慶応だという、プレーをグラウンドで表現したいと思います。多くの方に支えられていることに感謝して結果という形で恩返しすることができるように、部員一同頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、日本体育大学主将の小泉正樹です。我々日本体育大学はクリエイティブでアグレッシブな攻撃的サッカーを展開し4位以内でインカレに出場するという目標を掲げました。昨年度2部リーグを優勝し今年から1部の舞台になりますが、この久々の1部の舞台をとても楽しみにしています。鈴木正和監督のもと全員が連動し組織的にサッカーをすること、そしてユニークで迫力のある応援にも注目していただけたらと思います。よろしくお願いします。こんにちは、法政大学主将の黒柳俊です。法政大学は攻守にアグレッシブに、見ている人が面白いと思えるようなサッカーを目標としています。昨年度は最終節で早稲田大学に敗れて目の前で胴上げをされるという悔しい思いをしたので、
今年度は自分たちが監督を胴上げできるよう頑張りたいと思います。こんにちは、国士舘大学主将の月井です。今年も1年も今まで通り国士舘大学は相手よりも一歩でも早く一歩でも多く走って勝つというスローガンを目標に掲げ、90分間を通して他の大学に比べたらうまくはないかもしれませんが、魂を込めて戦うところを見てほしいです。そして昨年はリーグ戦8度も首位にいながら最後の直近の5試合で5連敗をして本当に不甲斐ない悔しいシーズンだったので、今年はそれを晴らしたいと思います。専修大学主将の小口です。去年は悔しい思いをしたので、今年第2期の黄金期を作るべく、僕らが第一歩となって頑張りたいと思います。そして優勝します。駒澤大学大会サッカー部主将の森健太です。ここ近年駒澤大学は結果を残せていないので、チームとして、徹底と団結というチームスローガンを掲げました。駒澤大学の伝統である前に縦に速いサッカーを徹底し、チーム一丸となって団結することで、駒澤大学を復活させることを、目指しています。去年は10位という不甲斐ない結果で他力での残留となりました。一部でプレーできることに感謝し、一つ一つ勝利を積み重ねていきたいと思います。応援よろしくお願いします。副将の東洋鎌大学副将の田中です。今年は個性が非常に強いので、その個性を生かした攻撃が特徴です。その特徴を生かしてリーグ優勝し、またその中でも一戦一戦死に物狂いで戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、筑波大学吉田直也です。今年で筑波大学球技部は総合部120周年ということで、ここからまた新たに歴史を作っていけるよう部員一同全力で頑張りたいと思います。で、今年は、日本一と関東リーグ優勝という目標を掲げ、再び強い筑波と呼ばれるよう結果にこだわってやっていきたいと思います。最後になりましたが、質疑応答に移らさせていただきます。皆様からご質問がございましたら、ご遠慮なくご質問ください。初戦の相手の法政大学は、個々の選手の能力が高いなという印象があって、で、それに合わせるんじゃなく、筑波大学らしく自分たちのサッカーをして勝ちたいと思います。初戦の国士舘大学は球際一つ一つ非常に強いので、それに負けじと気持ちで勝っていきたいと思います。初戦の専修大学 は、やっぱり選手はその得点能力が高いということがあるので、駒澤らしい最後まで諦めない気持ちであったり、体を張ることを意識して戦いたいと思います。駒澤大学はロングボールと縦に速いっていうイメージがあるんですけど、相手と試合をするので、それに合わせてうまく自分たちのサッカーができたらいいなと思います。東洋横浜大学は後ろからのビルドアップを丁寧につないでくるので、自分たちのプレスがはまらなくても我慢してじれずに先に失点をすることがなければ自分たちのペースに持っていけると思うので、何としても先に失点はしないようにして戦っていきたいと思います。筑波大学は2トップが強力だと思うので、しっかり組織的な守備で対応していきたいと思います。日本体育大学は、魂の入った、球際が強いと思うので、そこに合わせずに、自分たちでボールをうまく動かして戦っていきたいと思います。慶応義塾大学さんは、タレントがすごい残っていて、一人一人やっぱり強い選手が多いので、
組織で守るということをしっかりイメージして、いい守備からいい攻撃っていう明治のキャッチフレーズをぶらさずにしっかり戦って勝ちたいと思います。流通経済大学さんは本当に守備が強くて、守備が徹底されていて、本当に隙がないチームだと自分自身思っています。本当にそこにじれることなく、本当に自分たちはその試合は走り勝つというところを目標として、目標というかそこを意識して戦っていきたいと思います。早稲田大学さんは、チームで戦ってくるというイメージなので、流通経済大学も、チームでしっかり戦って、失点しなければ負けないので、その踏ん張りどこっていうのをしっかり踏ん張って、1点取って堅い試合で勝てればいいなと思います。明治大学さんは、強力なすごい統率された組織っていう印象があって、本当に素晴らしいチームだなと思っています。ですが、慶応のサッカーというのも体現して、泥臭く我慢強く、謙虚に泥臭く、やっていきたいと思います。順天堂大学さんはとても足元が上手いチームだと思うんですが、じれずに自分たちらしいサッカーをして勝ちたいと思います。他お願いします。早稲田大学のサッカー部主将になります新井純平選手です。よろしくお願いします。お願いします。まず今日のこのイベントを参加してみていかがでしょうか。全大学の主将が集まるということで、いろんなチームの状況であったり、抱負であったり、目標っていうのを聞けて、本当にさらにここから、これから開幕する中で、本当に高め合って、これから関東大学サッカーリーグの価値を高めていけたらなっていうのは、思います。本当にいい機会でした。はい。昨年は19年ぶりのリーグ優勝、そして今年40年ぶりの早稲田の連覇がかかっております。はい。連覇を目指すのはこの早稲田しかありませんけれども、このリーグ戦に向けてのチームの雰囲気というのはいかがですか。オフシーズン本当に積み上げてきたことであったり、本当に徹底してやってきた部分というのは、本当に今明確になっていて、本当に開幕迎えるにあたって本当に今雰囲気としてはいい状況なのかなというのは、率直に感じます。はい。では最後に、チームとして、それから新井選手として、抱負をお願いいたします。チームとして、本当に先ほども言ったように、40年ぶりの、関東リーグ連覇というものを、目標として掲げてやっているので、本当にそこに向かって一つになって、一戦一戦、戦っていくということと、個人としては本当に自分、プロを目指してやっている中で、本当に今年が、本当に勝負になってくると思うので、そういった部分で、本当に主将という責任というのも、背負いながら、自分らしさというものを出しつつ、本当にこのチームを勝たせることという、という部分と、本当に自分自身が、アピールできるようにやってきたらなというのを、感じています。期待しています。ありがとうございました。ありがとうございます。よくお願いします。続きまして流通経済大学の塚川幸喜選手になります。よろしくお願いします。お願いします。はい。まず、今日主将としてこのイベントに参加してみての感想はいかがでしょうか。とうとう関東リーグが始まったなみたいな感じです。はい。結構緊張しましたか。いや全然そんなことないです。何ですか。はい。知ってる選手いっぱいいるんで、楽しかったです。はい。さて、先ほど記者会見でもお話ししましたけども、強い流刑を見せたいということで、昨年は4位ということで、もう一つというところだったかもしれませんけども、今年に向けてそのチームの雰囲気はいかがですか。そうですね、去年の選手が結構抜けた中で、新しい選手が結構出てきて、チーム作りもしっかりできていて、試合も多くやってる中で、課題とかも明確になってきて、はい。そういうのもしっかり今取り組めてるんで、悪い状態ではないと思います。はい。ではチームとして、それから塚川選手として、チーム抱負をお願いいたします。去年は3冠というのを目標に掲げて1冠も取れなかったんで、とりあえず、今年はリーグを取ろうっていうのもあるんで、そこに力をしっかり入れて、個人としてもそのチームに貢献できるようにしっかり頑張っていきたいと思います。個人としてからですか。はい。
あの塚川選手ご自身としてはいかがですか。ああそうですね、ブンデスリーガー目指して頑張ります。期待しています。ありがとうございました。よろしくお願いします。続きまして、明治大学の、サッカー部主将を進めます、ごめんなさい、服部一樹選手です。よろしくお願いします。はい、まず、今日あのキャプテンとして、このイベントに参加してみていかがでしたでしょうか。やっぱりどのチームもこのリーグ戦にかける思いというのはすごい強いと思うのを再確認できたので、すごいいい機会だったなと思います。はい、さて、まあ、昨年あの、まあ、ゴールキーパーとしてあの試合に 出続けて、まあ、そこで活躍したのがあの今回キャプテンにつながっているのかなというふうに思うんですけども、まあ、あの明治は、まあ、ここ2年あと一歩というところで、まあ、優勝を逃してきて、今年こそはという思いが強いかと思いますが、まずそのチームの雰囲気というのはいかがでしょうか。まあ、今年の立ち上げから、はい、スローガン一心ということで心一つに戦うということなんですけど、はい、そう一体感を持って下級生上級生関係なく、はい、お互いが厳しく言える環境ができているので、すごいいい雰囲気かなと思います。はい、ではあのチームとして、それから鳩井選手個人として抱負をお願いいたします。チームとしてはやはり去年早稲田大学さんに最終節優勝というのを持って帰ってしまって、はい、2位という悔しい結果でしたので、今年こそは優勝するというのと、まあ、個人としては今年優勝をやらせてもらうので、うん、しっかりチームの絡みとなれるように頑張っていきたいと思います。期待しています。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、慶応義塾大学のサッカー部主将の、宮地元気選手です。よろしくお願いします。お願いします。まずはあのこの、イベント参加してみての、はい、感想はいかがでしょうか。まあ、あの自分の大学以外11大学の皆様と、はい、あのこういうふうにお会いすることができて、はい、あのそれぞれの大学の方 の目標をお聞きすることができてすごい刺激的でしたし、はい、いよいよ関東リーグが始まる中で、はい、まあ、慶応としても、本当にワクワクしています。はい、あの先ほどの記者会見でも力強いあの挨拶が印象的でしたけれども、はい、まあ、昨年もあのリーグ戦、まあ、久しぶりに上位に、はい、3位という結果で、はい、まあ、優勝争いあと一歩というところでしたけれども、はい、まあ、今年にかけるあの思いというのも大きいと思います。はい、今チームの雰囲気としてはいかがでしょうか。そうですね、もちろんその去年出ていた選手は多く残ってはいるんですが、はい、まあ、そこで応援の気持ちが出たらあのもちろん良くないと思いますし、はい、今まで他大学に知られている選手が多い以上、今まで以上にやっていかないと、優勝というものはもちろん見えてこないと思いますし、はい、去年の結果も越すことができないと思うので、やはりその一戦一戦にこだわって全力で戦っていきたいなと思っています。はい、では最後に、はい、チームとしてそれから、宮地師匠として、はい、抱負をお願いいたします。まずはチームとしては、はい、あの今年4年生でプロ志望の選手もすごい多いので、はい、まあ、チームが結果を出すことで個人が評価されるように、まあ、チームの結果というものにもこだわっていきたいと思いますし、はい、まあ、個人としてはあの主将として、主将を務めさせていただくんですけども、はい、まあ、その中で自分らしさというものを忘れずに、まずそのグラウンド面でサッカーで引っ張るということを意識してやっていきたいなと思います。期待しています。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして順天堂大学蹴球部主将の矢部純也選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはイベント参加してみての感想いかがでしょうか。そうですね、あのやはり他の大学さんの話を聞いてすごいいい刺激を受けて、まあ、他のチームの目標だったりスローガンを聞いて、まあ、自分たちももっとやらなきゃいけないのかなっていういい刺激を受けました。はい、昨年あの堀池監督に監督が変わって、まあ、その前年のサッカーからまた新たなスタイルであのサッカー取り組んでいったところがあったんですけども、まあ、順位の方がちょっとそこにうまく絡めなかったかなという印象があったかもしれませんが、今年に向けてそのチームの雰囲気というのはいかがでしょうか。そうですね、あの去年、まあ、大きな軸となって、まあ、達也君、生君という、まあ、2人の存在が抜けて、はい、まあ、結構、まあ、不安はありますけど、その分、まあ、全員が、まあ、軸となれるように、はい、まあ、いい意味で、まあ、全員が気持ちを持って戦えるので、まあ、いい機会になったのかなと思います。ではあのチームとしてそれから、矢部選手としてあの抱負をお願いいたします。まあ、チームとしては、まあ、全員が本当にチームの一員で、まあ、全員がチームの一員だということを自覚して、まあ、責任を持ったプレーをやりたいなと思いますし、はい、まあ、今年のチームは若い選手が多いので、はい、まあ、自分たち4年生がうまくその、まあ、周りを巻き込んで、はい、いいチームにできたらいいなと思います。はい、期待します。ありがとうございました。ありがとうございます。
続きまして日本体育大学のサッカー部主将、小泉正樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこのイベントに参加しているの感想をお願いします。いよいよ開幕するんだなというすごいワクワクした気持ちになりました。はい、日体大は今シーズン3年ぶりの一部リーグでプレーということで、まあ、期待する部分とかもあるかなと思うんですけども、チームとしての雰囲気ってはいかがですか。鈴木監督が来て、はい、だいぶサッカーが浸透して今年2年目ということで、はい、まあ、チームの仕上がりもすごいですし、まあ、ただ1試合1試合経験 していく中でもっともっと成長していけたらいいと思っています。はい、それでは、チームとしてそれから、小泉選手として抱負をお願いいたします。まあ、今年から一部ということですが、臆することなく自分たちらしいサッカーをして、まあ、上位に行きたいですし、はい、まあ、個人としてもチームが勝っていければ自分の評価も上がると思うので、はい、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして専修大学のサッカー部主将、小口大輔選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはこのイベント参加してみていかがでしょうか。いろんな大学が集まってて、まあ、これから始まるなって感じがしました。はい、昨年、まあ5連覇を目指していたチームでしたけども、まあ、惜しくも、逃している形になってしまって、かなり悔しい思いがあってこの1年にかけている部分はあるかと思いますが、チームの雰囲気としてはいかがですか。いや、昨年より雰囲気は絶対にいいと思うんで、はい、まあ、試合になったら緊張せず、まあ、楽しんでサッカーをしたいなと思います。結構その楽しんでサッカーという言葉が記者会見でもありましたけども、そういったかなり明るい雰囲気がありますか。いや、僕自身サッカーが大好きなので、はい、もう大学でできるのはこのラスト1年なんで、はい、思う存分やりたいなって思いからそういうことになりました。はい、ではチームとしてそれから小口選手としての抱負をお願いします。たくさんゴールを取って優勝できるように頑張ります。自分自身も得点やアシストに絡めるようにしたいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして駒澤大学のサッカー部主将森健太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは、主将として今日のイベント参加してみていかがでしたか。そうですね、多田大学さんもやっぱり強い気持ちでこの関東リーグに臨んでるなっていうことが分かったので、はい、まあ、自分たちもブレずに頑張っていきたいなっていう思いが強くなりました。はい、さて、駒澤大学、まあ、ちょっと一部の結果を残せていないというちょっと記者会見でもお話がありましたけども、まあ、そういう意味ではその久しぶりの、まあ、駒澤の強さというのをここで見せたい、今シーズン見せたいというところはあると思いますが、はい、チームの雰囲気はいかがですか。そうですね、やっぱりその、まあ、今までやってきたことも間違いではなかったんですけど、はい、最近では結果を残せていないので、ガラッと変えようということで、厳しく、新チームからやってきて、まあ、今はもう3月で、徐々に、チームもなり、良くなってきているので、まあ、リーグ戦に向けてはしっかりいい準備ができているかなという感じはします。結構明るい雰囲気ですか。そうですね、まあ、もう自分たちはチャレンジャーなので、はい、まあ、上はいっぱいいますし、まあ、ここでブレずに駒大らしい最後まで諦めない粘っこくやるってことを、見せれればなと思っています。はい、ではリーグに向けてのチームそれから森選手の抱負をお願いします。チームとしてはやっぱり一つ一つ本当に大事に戦っていき、まあ、勝利を積み重ねて、優勝したいと思います。で、まあ、自分が、まあ、失点をしなければ、まあ、上位に行けると思うので、それを、それが自分の目標です。はい、期待しています。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして国士舘大学のサッカー部主将、鈴木雄也選手です。よろしくお願いします。はい、まずは背番号10、まあ、もともとは違う番号だと思いますけども、はいはい、イベント参加してみていかがでしたでしょうか。はい、まあ、いよいよ始まるなっていう感じで身の引き締まる思いでイベントを終えました。はい、でこの10番は、まあ、ユニフォームが変わるっていうことで、まあ、多分一番いい番号サッカーの番号なんで、はい、多分渡されたんでいやって言ったんですけど、はい、これを着てけと言われたんでこれを決めて着てます。はい、はい、分かりました。はい、さて国士舘ですけれども、まあ、前期はリーグ、まあ、首位ターンで、はいはい、まあ、後半途中も、首位を走り続けてましたけれども、まあ、残念ながらリーグ5連敗で、はい、優勝を逃している形になってしまいました。はい、まあ、そういった意味では悔しさが残った1年で今年はその1年、はい、
悔しさをぶつける意味でもリーグ戦になると思いますが、はい、チームの雰囲気はいかがですか。そうですね、今年は例年に比べて2週間もチームの始動が早まっていて、はい、もう本当にスタッフも去年 の, あの最後の5連敗に対して突き詰めて厳しいことを言ってくるので練習の雰囲気はもうとにかく厳しいですし、自分がいた4年目にして4年目が一番本当に体にきついというか、もう毎日一日一日が精一杯のトレーニングを積み重ねてきているので、戦える集団にはなってきているのかなとは思います。結構厳しさというのがそういう練習からもある感じですか。そうですね、もうあの5連敗をすぐ忘れないようにスタッフも例に出して、あんな思いをしたいのかって突き詰めてくる場面もあるので、もうそうですね、厳しいですね、はいはい、ではあのリーグ戦に向けてチームとして、それから突撃戦としての方法をお願いいたします。まあ、チームとしては得点王とアシスト王がうちの大学にはいて、はい、攻撃力に関しては、まあ、他大学に比べても警戒されると思いますし、まあ、まっちゃんにボールが入っても機能しないことがあると思うんですけど、それに自分たちがディフェンスラインが崩れずにじれずに、もうあの前線を信じて自分らは失点をしないようにしていけば、まあ、チームとしての順位も上がっていくんじゃないかなと思うし、そうした中で個人としてゼロにチームを抑えることができれば自分の評価もつながっていくと思うので、はい、大切に一試合一試合戦っていきたいと思います。期待します、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。続きまして桐蔭横浜大学のサッカー部副将になります田中翔選手です。失礼します。まあ、今日はあのキャプテンの代理という形で、はい、あのこのイベントに参加する形になりましたが、参加してみていかがでしょうか。まあ、多大学の目標とかも聞けて、はい、刺激を大きく受けましたし、はい、よりもっと頑張っていかないなと思いました。はい、じゃあそれをキャプテンに伝えるということになりますか。そうですね、はいはい、さて桐蔭横浜大学ですけども、昨年も、まあ上位チームを破ってあのいいところを見せたという場面もありましたけども、まあ、残念ながらちょっと順位が今一つ伸びなかったというのが結果になってしまいました。まあ、そういった意味ではこの悔しさを晴らす一年になるかと思いますが、チームの雰囲気というのはいかがですか。そうですね、悪くはないと思います。はい、チーム全体的にうまい下手はあると思うんですけど、はい、あると思うんですけど、はい、球際一つ一つだったり、勝ちたいという気持ちを強く持って戦うという目標でやっています。はい、結構その戦うというのが選手一人一人に現れている感じですか。そうですね、こう球際一つだったり声だったりと出ています。はい、さて、チームとしてそれから、田中選手として、まあ、リーグ戦に向けての方法をお願いいたします。チームとしての目標は、はい、まずはリーグ優勝を大きく掲げていて、はい、その中でも一戦一戦死に物狂いで戦うというのがあります。で、個人としては、自分は後ろの選手なので、はい、チームを鼓舞してとプレーでも貢献できたらいいかなと思います。はい、期待します、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、します。続きまして、法政大学のサッカー部主将、黒柳俊選手です。よろしくお願いいたします。します。はい、まずはあのこのイベント参加してみての感想いかがでしたでしょうか。あの各大学の主将が集まって、はい、いよいよリーグ戦が始まるなという気持ちになりました。はい、さて、法政大学ですけれども、まあ、インカレの出場の、まあ、最後かかっているところまで来たんですけども、最後負けてしまって、まあ、結局逃す形になってしまって、まあ、そういった意味ではあの悔しい思いをした1年になったのかもしれません。そういった意味ではその今年にかける思いというのも大きいかと思うんですけども、今そのチームの雰囲気というのはいかがですか。そうですね、日頃の練習の雰囲気もそうですし、はい、まあ、練習試合の結果とかも悪くはないので、はい、この流れをリーグ戦に続けていけたらなと思います。はい、ではあのチームとしてそれから黒柳さんとしての、方法をお願いいたします。チームとしてはタイトルに向けて全員で覚悟を持ってやっていきたいと思います。個人としては、はい、チームが悪い時に引っ張っていけるよう頑張りたいと思います。はい、以上です、ありがとうございます。最後になります、筑波大学の蹴球部主将、吉田長選手です。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずあのこのイベントに参加してみての感想はいかがでしたでしょうか。そうですね、各チームの、まあ、代表者の思いだったり、はい、目標を聞いて、まあ、気が引き締まったというか、まあ、ついにカントリーが始まるんだなっていう、まあ、楽しみな気持ちです。はい、
まあ、その楽しみなあの、まあ、今年は3年ぶりに1部に帰ってきました。またその強い筑波が戻ってくるのかなという期待している方も多いかと思うんですが、今チームの雰囲気というのはいかがでしょうか。そうですね、去年からの積み上げもあって、はい、まあ、誰が出てもチームに貢献できる状況だと思うし、はい、まあ、チーム力としてまあ上がってきてるなっていう感じはあります。それは特にどういったところがありますか。そうですね、まあ、一人一人チームのために自分の役割っていうのも理解できてるし、はい、まあ、チーム戦術っていうのもだいぶ浸透してきてると思うので、まあ、去年もそうですが誰が出てもチームに貢献できると思います。はい、それでは、チームとしてそれから吉田選手としての抱負をお願いいたします。そうですね、去年一部昇格ができたんですけど、はい、まあ、2部で2位と、あとはアミノバイタルでも準優勝で、はい、大臣杯でもベスト4と悔しい思いをした選手が多いので、はい、まあ、それを晴らせるようにチーム一丸となってやっていきたいと思います。はい、期待します。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。